神と共にあれ、ヘンリー。あの闘技会で優勝するとはな、私も鼻が高いぞ。閣下、一つお聞きしてもよろしいですか。いいとも、ヘンリー。では、プリビス・ラビッツから盗賊どもを追い払ったので、街道も少しは安全になると思っていたのですが。おや、それは主君を責めているように聞こえるな。では私は何をすべきだとお前は考える？いえ、決してそんなつもりでは。ただそうならずにうろたえているのです。落ち着け、ちょっとからかっただけだ。お前の言う通り、街道は未だ安全ではない。その理由は明白だがな、近頃の私の部隊はひどい状態でな、スカリッツで大半を失い、プリビス・ラビッツの後に残された人員ではピルクシュタインを守ることもままならん。街道の見張りや他の地方の巡回など論外だ。単純に人手が足りないのだ。なるほど、承知しました。今人手が足りないと言ったが、お前はちょうどいい時に来たな。つい最近、私は古い知り合い、リフバウトの空の教とその傭兵団に協力を要請したんだ。彼が率いる者たちはとにかく荒々しく、大半が前科持ちだ。だが彼らの実力は訓練された兵士にも劣らない。失礼な物言いをお許しください。ですが傭兵にも良し悪しがあります。その者たちはその信頼できるのでしょうか。いい質問だな。クーノを頼ったのは私が彼を信頼しているからと言いたいところだが、理由はもっと単純で実利的なものでね。クーノは私に借りがあるゆえに、彼らは無償で仕事をこなしてくれるのだ。では彼らに加勢しろということですか。そうだ。だがそれだけではない。クーノには案内役を送ると伝えてあるが、案内役というよりは彼らをそばで見張るのが主な役目だ。これはお前のような信頼できる人間にしか任せられん。まずは彼が野営している場所へ行け。そして傭兵団と共に巡回し、彼らが度を越えないよう目を光らせてくれ。